はい、そんな感じでヒッポパンダカルチャーバーカゲンということでまた横並びで喋っています。はい、で、ね、もう一件、はい、君から何か相談があるとのことで、はい、何でしょう。今回はちょっと、最近あの TOEIC 英語のテスト、はいはい、あれをちょっと挑戦してみようかなと思って。なるほど。ほらフォード君あの英語のコンサルだとかさ、はい、あと教えてたりとかもするじゃん。するする。うん、そうだから、あ、一番いい人見つけたと思ってちょっとフォード君に、ね、あちょっとあのね、相談しようかなと思って。はい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 、なるほどね。そうなんですよ。知らない人もいると思うんですけど、うん、まあ俺は DJ もやってるんだけど、うん、あの音楽以外だと英語関係の仕事ですね、はい、まあ、英語の相談乗ったりとか、うん、まあ、自分で教えたりとかしてんだけど、はいはい、まあ俺の場合は、うん、TOEIC 持ってないんでね、はい、でまあその結構その必要だったら取りますよみたいに言った時もあったんだけど、はい、まあ10年住んでるっていうことで、うん、別にいらないですみたいな。一応ほらその喋るっていうことを証明するためのあれじゃない、はいはい、まあ喋れんだろうみたいな、うんうん、そういう感じで、まあまあ、なんか必要と俺はねされてこないことが多かったりとか、はいはい、あとは知り合いの会社で働いたりすることが多いから、うん、そうするともう別にこの人に別に TOEIC は必要ないかなみたいな、はいはいはい、感じなんだろうと思うんだけども、はいはい、やっぱりブーンは今仕事で結構その TOEIC あるといいの。そうなんですよね。 TOEIC あるとまあ、いろんなところの部署とかに利用できたりだとか、はいはい、そもそもなんかその仕事 の, あの資格、うん、みたいなところに TOEIC 何点以上 の, このあやっぱある、ね、ポジションみたいなのが載ってんすよ。そうなんだ。そうそうそう。え、別に転職を考えてるわけではないんでしょ。転職じゃない、じゃなくて、まあ、今の現職でキャリアアップ図ったりとか昇級したりとか、ね、するためのまあ、うんうんうん、あったらいいなみたいな。なるほどな。そう、俺もこれちなみにこれやったことないからどんぐらいできるのかもわかんない。あ、1回もやったことない。そうですね、ちゃんとしたテストは。やってるやつは横目に見てたことあるでしょ。ある。俺もある。だからまあどんぐらいいけんのかな、うん、でしかもあんまりそういうね勉強みたいな得意じゃないからさ。あ、はいはい、そうそうそう、多分普通にやったら多分あんまできないんじゃないかなっていう。あ、まあでもこれ面白いと思うんですよね。うん、もう確かに。そういう YouTube の企画としてやるわけ。そう、どうせやるんだったら、うん、これ企画としてやろうみたいな、うんうん、持ち込んできたのね。そう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 、はいはい、そうそうそう、わかりました。じゃあちょっとそもそも TOEIC とはっていうのをちょっと言われて、はいはい、一応調べたんですわ。はいはい、まあまあまあ知ってる人いると思うけどね、うん、TOEIC はまあ日常会話プラスビジネス英語で、うん、まあ就活とかに使えると。はい、履歴書とか書くんだったら600点以上とされてると。なるほど。でリスニングとリーディングしかないんだよね。はい。で値段がこれ合ってる7810円って書いてあった。うん、多分これね値上がった。あ、上がったんだ。昔5000円ぐらいで受けれてた気がする。あ、で今の値段がこれなの。多分そう、うん、まあまあそんぐらいで受けれ、まあ、1万円以下ぐらいで受けれて、はいはい、で、年に13回テストある。でスコアの有効期限が2年間なんでね。なるほど。これ知ってた。知らない。知らねえんだ、まあ、お前調べろよ。知らないんだったら。だから2年、2年経つともうエクスパイアしちゃうわけ。マジか。はいはい。そうだよ。わかりました。うん、はい、で2年、まあこれはまあみんな言ってるよ。だから俺がのとこに相談来る人でも、はいはい、あのいや5年前に TOEIC、まあ、もうないあの執行してるんですけど、あの一応受けた時はいくら何点でしたとかっていうのはよく言う。なるほど。うんうん、はいはい、でもスコアとしてはその有効期限があると、はい、で現在は英検よりも強いのかな。で、うんうん、日本国内の資格なんだよね。はいはい、うん、でなんか7つのパートに分かれてるって見たけどね。なるほど、うんうんうん、で他の、英語の、資格でいうと英検、ね、まあ、これは昔から俺は子供の頃かなんかあるようなね。英検でもいいんですよ本当は。あ、本当はいいんだ。でも英検、そうです、英検でも OK。 そう、大学受験、就職活動、転職活動、履歴書に記入するのは2級以上、はい、うん、ってなってます。で、あとはこれがアメリカ海外系の資格でいうと、はい、TOEFL と TOEFL、ね、IELTS ってやつ、はいはい、そう。で、これはまあ、アメリカね、あの、うん、カレッジとかやった時でも TOEFL 取らなかったの。 TOEFL は取ってないです。でも TOEFL の問題が実際の、まあ、英語の、うん、大学の授業の英語の試験とかにバンバン出てくる。うん、うん、ブーンは一応コミカレだからね、はい、テキサスのね、はい、そうそうそう、一番全米で一番安いと言われてる。そう、ね、当時ね、そうそうそう、言われてコミカレに行ったわけだからね、はいはいはい、そっか。だからここら辺とかは留学とか海外移住、アメリカやカナダなどの北米の大学で必要となると、ね、で海外で通用する資格、これが TOEFL と IELTS、うん、でもう一つなんか俺が最近これ知らないでしょ。
俺が発見したのがバーサントってやつね、うん、バーサントはこれ結構実践向きのこうレベ高みたいなレベル高いみたいな感じなんだけど、はいはい、多分で、まあ、ロンドンに本部を置く世界最大規模の教育サービス会社ピアーソン社が開発した英語リスニング&スピーキングテストってなってますね、うん、でアメリカの国防省、国防総省、オランダ移民局などの政府機関団体が英語の測定英語力の測定に採用しているとのことです。はいはいはい、そうだね、そうなんですよ、うん、いろんな資格あるね、いろんな資格もある。ちょっと俺らもファカ向けのなんかテストみたいなの作ろうか。そしたらやばいですね。おっさんめんって言われたらなんて言いますかみたいな。チューンめん。いやそこだよね、そこだよね。はいはい、おっさんめんグーって言われたらブブーみたいな。そこだよね、おっさんめんって言ったらチューンめんみたいな感じで言うとこだよね、うん、そうっすね、そこそこか。そういうテストあったら超面白い、面白い、ね、アプリ開発する、うん、確かに確かに確かに、4回ぐらい言うみたいな、おら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 みたいな、チューンチューンチューンみたいな、ね、確かに確かに、I'm good man みたいな、はい、そういうね、まあまあまあ、はいはい、そっか、じゃあそういういろんな資格があると、はいはい、でその中で、まあ今回は TOEIC ってことですね、はい、じゃあ俺が追っかければいいってことね、それを。そうですね、まあ、TOEIC、うん、まあ、どんぐらいできるのかっていうのを、うん、まあ、ちょくちょくこの YouTube でやっていくの、ね、やっていこうみたいな。はい、はい、でそれ自分でケツを叩くみたいな。はいはいはい、そう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 、まあ見てくれれば多分ね、海外5年に、まあ結構時間は経つけど、5年行ったやつがどんぐらいできるのかみたいな。いや、そうだよね。で、音楽やってるやつもいっぱいいるじゃん、うん、だからこいつ本当にできるのかって思ってるやついっぱいいると思うんですよね。そうだね、そうそうそう、うん、で、俺がちゃんとそこで、まあ、できたりできなかったり、まあ、うん、そのリアルなことが分かるじゃないですか。確かに確かに、そうそうそう、俺もゼロから始めたしさ、うん、そうそう、だから大体俺を見てそういうのあれしてくれるかな。屍に。そう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 。屍を越えていけと。そう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 。なるほどなるほど。じゃあ、テキサスに5年間住んで、はいはい、コミュニティカレッジに行った、はい、卒業しましたからね。卒業した DJ ブーンが、はい、TOEIC のテストを受けたら何点なのかっていうところだよね。そう。企画としては。そう。OK。じゃあこれ何点目指すのそんで。900点。900点ね。うん、一応990が満点でしょ。そう。そうだよね。うん、で、なんで900点かというと、はい、そのまあ、自分がやってる仕事の一番、うんうん、最高峰の、まあ、英語で一番あの上の資格のやつが870点以上っていう、うんうん、それ以上取らないといけないんですよ、うん、なるほどな、うん、だから870点目標にしたら870いけないじゃないですか、はい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 、だから900点って。なるほど、はいはいはい、でも今日今撮影しながら、え、2年で切れんの知ったわけでしょそう、いや2年で切れんのめっちゃ有名だから。あ、そうなの、うん、あ、そう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 、まあまあまあ、まあ、だから2年ごとにこの企画やればいいじゃん。だから、まあ、そうっすね、うん、辛いよ。いや、これマジで多分分かんないですけど勉強しないと、うん、だ絶対できない、はい、で一応どういう勉強方法の仕方があるんですかこれは。まあまあいろいろあるね、学校に行くとか行くとかあるけど、あるけど俺まあ独学で行こうかなと思って。本ってこと。まあ、本しか多分ないんですよね。で一応じゃあ目標900点じゃん、はい、で独学でいくじゃん、はい、で一応ほら期間もざっくり決めとかないと、はいはい、そうだね、ちょっと企画として成り立たないから、これ、はいはい、まあ結果出るまで半年ぐらいでいいんじゃないですか。長くない？ほらだって来月例えば試験例えばよ、今申し込んで、うん、そうすると多分来月か再来月のやつじゃん、うんうん、でそれをやって、はい、で多分帰ってくるの1ヶ月後ぐらいじゃない。あ、そうか、じゃあ3、4ヶ月はかかっちゃうっすよね。いやいや、3、4ヶ月ね、OK。あと1ヶ月ぐらい勉強させてください。だから、予約取って1ヶ月勉強でしょ、はいはい、OK。じゃあ、それお願いします。そうそう、じゃあ、まあ、その YouTube 的には、うん、まずこの、今日のが1本目。1本目。で、まあ、1本目っていうか、つなげるかもしれないけど、はいはい、で、まず2個目は、じゃあもう本買いに行こうぜ。ああ、本買いに行きたいです、ね。初の、俺たちの外のロケ。そう、やりたいですね。で、うん、本2冊ぐらい買って、それだけ勉強しよう。勉強して、る風景もちょっと撮ってもらって、はい、最後開封までとか、はい、そのおすすめの本みたいなちょっと調べて買いに行きましょう。買いに行きましょう、うん、OK。 2人で本屋とかやばいっすよね多分。やばい。でもなんかでもたまにそういう YouTuber の人いるよね、うん、なんか本屋行ってなんか、はいはいはい、TOEIC の本選びますみたいな、うんうんうん、いいじゃん。なんかおすすめな本とか英語の勉強のあれとかあったら教えてほしいです、これでマジで。ああ確かに確かに、うんうん、じゃあ途中でもいいからね、途中でもいいから入れてくれたらとかね。そうそうそう、こういうこの本いいっすよとか、うん、こういう勉強法いいっすよみたいな。 OK、 じゃあ本買いに行くとこからそうっすねスタートっすね。はい、じゃあお願いします。お願いします。